クリフォード・ストールは、著作、格好はコンピュータに卵を産むで知られる、元ローレンス・バークレー国立研究所のシステムアドミニストレータ1960年代から70年代にかけて、クリフは、故郷バッファローの地元ラジオ局ホブホで、副主任技術者をしていた。1973年、ニューヨーク州立大学で学士を取得。1980年、アリゾナ大学で、 惑星科学を学び、PhD を取得。1986年、クリフは、ローレンス・バークレー国立研究所に、システムアドミニストレータとして雇用された。雇用中、ローレンス・バークレー国立研究所のサーバ経由で、米軍各所のサーバに侵入していたクラッカーを、発見し、状況を監視、最終的には、CIA と共同で操作を進め、ハニーポットを設置して、 謙虚に追い込んだ。そのクラッカーは KGB に雇われていたマークス・ヘスというドイツ人だったことが判明している。クリフの調査結果が裁判で有効とされたことから、これが最初のデジタル・フォレンジックスの実例とされることもある。1988年、この事件が狡猾なハッカーの追跡として雑誌コミュニケーションズ・オブザ・アクメに掲載された。1989年、 クリフは事件の一言を格好はコンピュータに卵を産むとして発表した。この本は1990年に w g b h t v の番組のが似て KGB とコンピュータ、そして私のタイトルで放送された。1995年、クリフはインターネットは空っぽの洞窟を発表しニュースウィークで紹介された。クリフはこの著作の中で電子商取引と 新聞電子版が失敗に終わるだろうと予言したが、2010年にブログボーイングボーイングに私の予言は多くが間違っていたと告白している。ストールの作ったクラインの壺その後クリフはクラインの壺を販売する会社アクメクラインボトルズを設立した。2006年にはエルサリートにてティヒアデイスクールの8年生の物理学教師として働いている胸が紹介されている。 2015年には、ティーンウェイジャー相手のホームスクールで物理を教えていると紹介されている。また、MSNBC の番組、ザサイトにレギュラー出演していた。ありがとうございます。